ちゃんさんが喫茶店に来てるイメージがなくて、このなんだろう、こういう喫茶店の雰囲気に全ちゃんさんのこのビジュアルというかが喫茶店はなんかクリームソーダもいいなと思って、あいいですね、分かる、分かります、分かる分かる、結構お店によって違い出ますよね、出るね、はい、アイスコーヒーどこがや、どこがこれかこれ一番気をてらってないんですよめっちゃどこがやを言おうと思っとったから早まりましたゲルさんは、ゲルさんは僕はやはり、はい、喫茶店言ったら、はい、まあいろいろね、ハムサンドとか、まあ、トーストあるんですけど、あ、カレーライス、喫茶カレーいいですよね、喫茶カレーちょっと気になるんで、ちょっと今回注文したいなと思います、はいはい、すちょっと多分絡んで、はい、ありがとうございます、かわいいなじゃないアイスコーヒーですね、ありがとうございます、やっぱけど、なんだろうな、いいっすね、クリームソーダは、昨日も行きましたね、昨日も良かったんですよ、こう、あ、見たよ、ブスター、あ、もう渋いというか、本当にレトロな、いや、やっぱ喫茶店のクリームソーダはなんか、うん、味があるな、レモンがさ、いやもう本当そうなんですよ、めちゃくちゃ可愛いもんな、最近じゃあ、あんまり龍の鱗みたいな感じだね、これけどクリームソーダの食レポは本当何も、ちょっとじゃあいただきますね、おーって言ってられるんですけど、めっちゃくちゃあのシロップの味がすごくて、はい、ソーダ水で割ってるあのクリームソーダのこう1個でポンじゃなくてちゃんとこう割られてるの結構珍しいみたいですね、うん、あ、美味しい、アイスを食べよう、ちょっといただきますね、あ、いいな、喫茶店カレー、あ、うまっ、ホテルカレーみたいな、お皿がいいですね、お皿も、ね、この盛り方もすごい、ホテルカレーのような感じですね、はい、うん、美味しいです、ご飯もちょうどいい柔らかさで、はいはいはい、うん、はい、ちょっと味噌汁、すごい家庭的な感じで、豆腐とお麩が入ってますね、あ、お麩かな、はい、入ってますね、わ、なんか手作り感の、いただきます、うん、ほっとするお母さんの味で、でもこれ以上言うことはないですね、結構行くところはやっぱそのメロンジュースもう出来上がった状態のねものをよく飲んだりするんですけど、ここはもう本当に一から乳製品の値上げを受け、よりお店の味が分かるというか、それこそあの昭和とかね、甘いもの結構贅沢というか、なかなか手に入らなかった時代もあるので、まあこういう甘めのものを喫茶店で贅沢に食べるというのはすごいいいのかなと思います。なかなかあの岡山というか倉敷でも数少ない、レトロな、喫茶店かなと思います、ね、昭和39年にできたということなので、ぜひあの皆さん行ってみてください、比較的アクセスしやすいのでぜひお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。